解決のの基本的な3つのパターン図では示されていないが、前提には明示されるものと、そうでないものがある。パラドックスを取り扱う際は、明示されていない前提にも注意を払っていく必要がある。パラドックスとは、正しそうに見える前提と、妥当に見える推論から、受け入れ難い結論が得られることを指す言葉である。逆説、入り、逆利とも言われる。 妥当に思える推論は、競技には、形式的妥当性を持った推論、つまり演劇のみに限られる。しかし一般的には、より広く機能などを含んだ、様々な推論が利用される。また、受け入れがたい結論は、論理的な矛盾と、直感的には受け入れがたいが、別に矛盾はしていないものに分けることができる。競技には、前者の場合のみをパラドックスと言い、抗議には、 後者もパラドックスという。こうした区分は主に数学分野を中心に行われるもので、結論が直感的に受け入れやすいかどうかではなく、氷系の無矛盾性をより重視するところから来る区分である。論理学者のハスケル・カリーは単に直感に反しているだけで矛盾は含んでいないパラドックスのことを疑似パラドックスと呼び、矛盾を含むパラドックスと区別した。 数学以外の分野では、パラドックスという言葉はよりラフに用いられ、ジレンマ、矛盾、意図に反した結果、理論と現実のギャップ等、文脈により、様々な意味に用いられる。その中で我々東洋人にとって、特に重要なのは、西洋的である、形式論理学や、古物を一般にへと還元する演劇主義の二元論から、それを調出して、入り二元論によった。 矛盾の論理学を国語に成している、西田喜太郎哲学である。日本語では、逆説、逆利、配理と訳される。語源はギリシャ語。有名なものに、自己言及のパラドックス、リシャールのパラドックス、ベリーのパラドックスがある。以下、辞書における定義を引用する、一般に容認される前提から、反爆しがたい推論によって、一般に容認しがたい結論を導く論説を、 逆利という。一見正しそうでも、よく考えれば間違った前提や、欠陥のある推論を用いている場合は、虚偽と呼ぶべきだが、これも広い意味では逆利に含められる。日常を感覚的に理解しがたい事実を導く、科学的推論もしばしば逆利と言われる。バナをはたるスキの逆利はその恒例である。このようなものを疑似逆利であるとして、 論理的な矛盾を導く、二律廃反を、神聖の逆理とする立場がある一方で、二律廃反は単に矛盾であって逆理でないという、見方もある。逆理日本数学改編、岩波数学辞典第4版岩波書店2007年こと用の、元々の意味では、パラドックスとは一般に受け入れられている見解に、反する命題という、 論理学でこの言葉を厳密な意味で用いるときは、証明されるはずのない矛盾命題が、妥当な推論によって、あるいは少なくとも一見妥当な推論によって、導かれることを、パラドックスと呼ぶ。内井宗七、パラドックス、岩波哲学、思想辞典、岩波書店、1998年、常識的見解に矛盾するように見える見解。 あるいは真理に矛盾するように見えて、実はそうではない説。パラドックス青本和彦、上野賢治、加藤和也、神保道夫、砂田理一高橋洋一郎、深谷賢治、又野博志室田和夫、岩波数学入門辞典岩波書店、2005年数学は、その発展の中で、正しそうに見える、推論の中から、本当に正しい推論をより分けてきた。 こうしてまず最初に、整数や聞か図形のような対象が数学で扱えるようになったが、その後集合や無限のような深遠な対象を取り扱ったり、自己言及のような複雑な推論を扱ったりするようになると、どれが本当に正しい推論でどれが正しそうに見えるが実は間違っている推論なのかがわからなくなってしまった。パラドックスはこのように仮定推論、 定義等がよく理解されていない状況で発生してしまうものである。したがってパラドックスは単なる矛盾とは区別される。例えば有名な嘘つきパラドックスは嘘つきとは何かがはっきりしないからこそパラドックスなのである。これらがはっきり定義された暁には嘘つきパラドックスは単なる入り方や間違った推論に化ける。このようにパラドックスに 適切な解釈を与えて、入り法や、間違った推論に変えることを、パラドックスを解消するという。数学は、矛盾を含まないよう注意深く設計されており、パラドックスの起こる命題はうまく避けたり、あるいはパラドックスを解消した上で、取り込んでしまったりしている。したがって、昔はパラドックスを内包してしまっていた集合や、無限のような対象も現在では、 取り扱うことができる。なお、上で説明したようなパラドックスと違い、ものもパラドックスと呼ばれる。これは疑似パラドックスと呼ばれ、前述した真のパラドックスとは別物である。例えば、誕生日のパラドックスは疑似パラドックスとして知られる。これは、23人のクラスの中に、誕生日が同じである2人がいる確率は50%以上、というもので、 数学的には正しい事実だが多くの人は50%よりもずっと低い確率を想像する。他にもヘンペルのカラス、バナホハタルスキの逆理などが疑似パラドックスとして知られる。一方、場合は単なる勘違いである。なお、仮定 A ではないと正しい推論から矛盾した結論を得るのは配理法と呼ばれ A という結論を得るために、 数学でよく使われる論法である。特殊な場合として、何も過程を置いていないにもかかわらず、正しい推論から矛盾した結論を得たとすると、これは、数学自身が矛盾を含んでいたことになってしまうが、そのようなことはないと予想されている。自己言及パラドックス関連、無限以上二つは、無限というものが一見直感に反する、ということを述べているだけのことで、 論理でいうところの矛盾ではない。濃度の記事などを参照。確率論関連これら確率論におけるパラドックスは直感的に正しいと思える回答と論理的に正しい回答が異なる問題というものが多い。宇宙論関連ボイルのフラスコ相対性理論関連量子力学関連。これらを含めてタイムマシンなど時間移動や過去を操作することが可能な方法を 想定することで生じる矛盾を、総じて、タイムパラドックスという。三浦俊彦、論理学がわかる時点日本実業出版社、2004年2月。ISBN4 から534037104。バイスチン、エリック・ W、スード・パラドックス、フロム・マス・ワールド・エドワード・ハリソン、夜空は、なぜ暗いオルバースのパラドックスと、宇宙論の変遷。 長沢匠海寛役、知人書簡、2004年11月。ISBN4 から805207507。ポール・クルーグマン、ロビン・ウェルス、クルーグマン・マクロ経済学、大山道博、石橋隆、治、塩沢周平、白井吉正、大東一郎、玉田康成、よもぎ田森博役、東洋経済新報社、2009年4月、P333。 ISBN 978から4から492313978。ポール・クルーグマン、ロビン・ウェルス、クルーグマン・ミクロ経済学、大山道博石橋隆治、塩沢周平、白井吉正、大東一郎、玉田康成、ぎ田森博役、東洋経済新報社、2007年10月、P499。 ISBN 978から4から492313831竹熊清ジャパニーズパラドックスについて健康トライアングル愛知健康プラザ愛知の森健康科学総合センター2011年12月19日閲覧ありがとうございます